えばみんなこう日常的にスルーしてしまってる出来事をなんかちょっとピックアップしてみて、例えばこれだと歯医者さんなんですけれど、いろんな人がこう大口を開けて並んでいる空間で医師がそれに向かい合っているっていう状況ってすごい異常だなって思ってあんなみんな普通にしてるけどっていうところとか少し考えるようにしてます。すずれ織というのは、織物の技法なんですけれど、縦糸の密度を粗くして横糸だけを表面に出してくる、でそれによって横糸だけで絵を描けるっていう技法なんですね。油絵とか日本画の人がその油絵の具とか日本画用のその岩絵の具とか使うような感じで糸で絵を描くと思っていただけると、いろいろ綾織ですとか組織織みたいなものもたくさんある中で、すずれ織というのは平織の種類に属します。踏む位置で変わってくるんですけど、これが走行って言って、これがこう足で引っ張られることによってこう糸が動くんです。だいたい原画の段階でいろんなことが決まってくるので、原画が全てといえば全てなんですけど、こちらは原寸大で1回原画を描くんですけど、それも含めて2ヶ月ぐらいだと思います。私がつづれ織に出会ったのは大学2年生の時なんですけれど、もう本腰を入れて作品を作った経験っていうのは大学4年生の卒業制作の時でした。そのイラストを描く感覚でやれる織り技法楽しいなと思ってやってみたところ、すごいハマってしまって、もうみんながこう遊びに行った中でも一人で制作しているような、なんかもうそれくらいのハマり方をしてしまいまして、これは一生続けていくかもしれないとその時思いました。お絵描きは好きだったんですけど、小学校の時からやっぱりそのイラストを描くっていうことよりも、私にとっては織りのための原画を描くっていう感覚が近いですね。絵を描いてる時も、織ってる時はなんか表現しづらいっていう思いはあんまりないですね。自然と手が動いていく感じです。ちょっと言っていただくことたまにあるんですけど、その色の合わせ方がなんかやっぱり特殊な感じだとかって、なんかあんまり自分では意識してなくって、本当に自然に自分の中から出てきたイメージの色なので、そんなに意識はしてないですね。もともと人の顔にすごく興味があったんですけれど、表情ですとか目とか顔っていうのがやっぱり人間らしさっていうのが一番出る部分、体の部位だと思うので、そこから興味が始まっていたんですが、今はそのやっぱり自画像を専門に作っていまして、やっぱり自分が実際に置かれた状況ですとか自分の身に実際起きたことをモチーフにして作品を作るっていうことをしてます。満員電車とかも最近気になりますね。なんかやっぱりちょっとある種異常空間だなと思うので、そういうところでなんか人間ってどういう行動を取るんだろうとか自然に見たりとかはします。なんか私が前に展覧会を鹿児島でやった時に、長島美術館っていうところなんですけれど、車椅子のおばあちゃんが見に来てくれてて、私の作品を見た途端に車椅子から立ち上がってなんかこう拍手してくれたことがあったんですよ。その風景を思い出すようにしてます。ちょっと私も感動してしまってなんかおばあちゃんその後もすごいなんかエネルギーをもらったわとかすごい言ってくれて、そのできた作品はそうやって誰かを元気づけられるんだっていうことを思い出せるので、駅に作品を飾りたいとは思ってます。もういろんな人が駅って行き交う場所で、なんかそれこそさっきの満員電車じゃないですけど、日々異常な空間がたくさん繰り広げられているんだけど、誰もがこう通りすがってしまうだけの駅っていうところに、なんか一つドラマを夫を仕込みたいというかっていう思いがあるので、とにかくもう老若男女いろんな人が足を止めて見てしまうようなパワフルな作品を置きたいです。やっぱりその織っていうのは蓄積なので、その私が積み重ねた蓄積の分が作品になった時に誰かを感動させられると思っているので、例えばこれが機械でできるよっていうことが分かっても絶対やらないです。本当に時間の刻み込みというか手で織ることに意味があります。